始まります。皆さんこんにちは。中村祭最後の YouTube 企画、みのすけさんによるみのすけ通信お菓子教室。司会進行の安藤と梅木です。よろしくお願いします。今回本校の卒業生であるみのすけさんこと柳谷みのりさんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはじめに本日のゲストである柳谷みのりさんに、みのりさんの紹介からさせていただきます。みのすけさんは2009年に本校生花技術科を卒業後、パティスリー、本校職員、企業の商品開発などの仕事に携わり、2019年4月にみのすけ通信お菓子教室として独立されています。また企業のレシピ開発、教室イベントなども手掛けられております。本日はお忙しい中、時間を割いてお越しくださいました。それではまず最初に一言ご挨拶いただいてもよろしいでしょうか。みのすけ通信お菓子教室をやっている柳谷みのりと申します。今日は学園祭に呼んでいただいたので、ご家庭でも楽しんでいただけるようなお菓子を学生の皆さんと楽しく作っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは早速調理の方をお願いします。はい、では、早速ですね、今日のメニューから説明させていただきます。今日は卵、乳製品、小麦粉を使わないハリネズミのフロランタンを作っていきます。こんなせっかく可愛らしいのを作っていただいたりしたので、ぜひ写していただきたい。まずですね、クッキー生地を作っていきます。このグラニュー糖、蜂蜜、豆乳、米油、アーモンドパウダーをまず混ぜ合わせまして、その後ですね、こちらの米粉とベーキングパウダーをふるったものを加えます。で、食感のためにアーモンドスライスをローストと1回160度で12分程度焼いたものを加えて、こちらで生地作りとなります。その後ヌガーを作っていくんですけれども、ひとまず生地を作るところからご説明していきたいと思います。まずですね、粉以外の材料は特に順番はないんですけれども、全部同じボウルに入れていきます。今回ですね、お菓子を作る上で大事な例えば小麦、卵、バターというのはすごく大切な役割を持っている材料なんですけれども、それをなしで作るということで、それでどうやって美味しく作るかというのを考えたレシピになります。はい、もうそんな難しいものではないです。材料を全部入れて、ホイッパーでですね、グリグリ混ぜます。アーモンドパウダーの方は粉と合わせて振るわないのかって思われる方もいるかと思うんですけれども、この時点でアーモンドパウダーを加えておいた方がしっかり乳化してですね、つながりの良い生地ができます。で、ホイッパーを外していただいて、あ、まだ使います、後で。で、粉を振るいます。で、粉振るときはですね、これはご家庭でもできるんですけれども、ベーキングシートなどこうやって1回ですね、折り目をつけていただくと中に加えやすいので、まあ、そのまま何でしょう、振るよりも紙は一度折ってください。で、米粉にですね、ベーキングパウダーを加えます。今日はですね、熊本製粉さんの菓子用水ほちからっていうのを使っているんですけれども、まあ、他の製菓用って書いてある米粉なら他のものでも構いません。ただ米粉は種類によってですね、吸水性ですとか、まあ、そういうのは若干変わってくるので、まあ、できれば同じ米粉を準備できたらそちらを使っていただいてもいいかなと思います。はい、何かあったら全然話振ってください。で、今米粉をですね、振るっています。ベーキングパウダーと混ぜています。まあ、2回振るった方が材料同士がしっかりよく合わさるんですけれども、まあ1回でも大丈夫です。米粉とベーキングパウダーの時点でしっかり混ぜといていただけたら今回は。はい、
でこうやって折り目つけといたらスーッと入っていきやすいんで、先ほどのボウルに粉類を加えていきます。で粉類を加えたらホイッパーは混ざりにくいんでゴムベラで作業していきます。でゴムベラで混ぜるときは下に置いている布巾は取ってください。で切るように混ぜていきます。皆さん聞いたことあると思うんですけれども、小麦粉っていうとグルテンという物質があるんですけれども、米粉の場合はですねグルテンがないので、そんなに小麦粉ほど混ぜ回数を気にしてグルテンが出ないようになどは気にしなくていいです。切り混ぜてはいるんですけれども、例えばお子様と作るときに手とかで揉んで作ってもらっても全然構わないです。はい。でだんだんですねこうやってポロポロまとまってくるんですけれども、こんな感じですね。でもこれぐらいになったら、ローストしたアーモンドを加えます。これなんで一回から焼きしてるかっていうとですね、今回これに蜂蜜が入ってるんですけれども、蜂蜜ってすごく色がつきやすいんです。で色もよく入るんですけど、香ばしくて美味しくて、バターとかですね卵とか風味が強いものが入ってないので、ちょっと蜂蜜で香ばしさとかを補おうと思って蜂蜜を加えてます。で蜂蜜が入ると焼きが早く火の入りが早くなるので、こういうアーモンドとかが焼き終わった後に生焼けになっていることがあるので、先にローストして加えます。はい。で、アーモンドも加えて混ぜたらですね、もうこれ以上ですね、ゴムベラで頑張ってもですね、なかなか混ざりません。なので、もう手でですね、もう手でいきます。はい。なんで全然ちょっと米粉っていうと美味しくできなそう、それは私の偏見ですね。美味しくできにくそうとか、小麦粉よりちょっと扱いが難しいんじゃないかって思うかもしれないんですけど、意外と手軽に簡単に、ちょっとこう大らかな気持ちで作ることができるかなと思います。でこの程度ですねまとまったら、小麦粉のクッキーとかの時はよく冷蔵庫で1時間寝かせるですとか、そういう工程があるんですけれども、先ほどもお伝えしたようにグルテンが出てないので、もうこのままですね伸ばして焼いていただいて構いません。はい。ボウルの中でさっき大体まとめたんですけど、台の上でこねてまとめてもいいんですけれども、ここでですね大体まとまってるんで、このままいきます。で、このままですね全量伸ばしてもいいんですけど、つなぎになるような食材が少ないので結構割れやすいんですね。今から型抜きするときに、ああそうなのかって思ってくださるかもしれないんですけど、すごい割れやすいので、ご家庭でするときはこう半量ずつ伸ばしていただいたりした方がやりやすいかもしれません。で学生さんにですねちゃんと途中で質問挟んでもらって打ち合わせをしたんですけど、私がちょっとペラペラ喋ってて質問しづらそうなんでちょっと黙ります。今から伸ばしていきます。すいません、私質問してもいいですか。はい、よろしくお願いします。さっきクッキー生地で蜂蜜を入れられてたんですけど、はいはい、蜂蜜じゃなくても水飴とかでもできるんですかね。大丈夫です。ただ、蜂蜜だと、蜂蜜独特の香りがあるので、それを楽しんでいただく意味でも今回蜂蜜を使ってるんですが、逆にその匂いがちょっとなっていう時は水飴でも構いません。はい、ありがとうございます。すいません、私も質問いいですか。はい、お願いします。お菓子作りではよく豆乳は無調整豆乳を使うと思うんですが、無調整豆乳じゃなくても作ることはできますか。はい、無調整でなくても作れます。でただ調整の場合はお砂糖ですとか他の素材が入っているので、わざわざ入れなくてもいいかなという、無調整の方が、甘さなどは優しくなるのかなと思ってます。お家に調整豆乳しかないよっていう時は全然調整豆乳使っていただいて問題なくできると思います。で一応あれもらっていいですか、鉄板、それももらうんですけど、はい、
で、このようにですね、まあ、大体今5ミリのスライス棒で伸ばした後、ちょっと軽く伸ばして、4ミリに伸ばしました。で、これをですね、このまま抜いていっていただいても全然問題なく抜けます。ちょっとやってみますね。で、今回使っているのがこういったハリネズミ型です。で、これは分量外の米粉です。で、米粉を少しつけて抜きます。で、こうやってね、すぐ割れる。割れるって割れるんです。なので、ちょっとキチキチって動かしてもらって、優しく持ち上げて、失礼します。天板に。鼻のとこですとか足のところが弱いので、こう優しく慎重に取り出してあげてください。はい、粉とかついてたら軽く払い落としたらいいので、で、お家でするときはもう仕込んですぐラップに挟んでって、こういった形でやっていただいて構わないんですけど、まあ、例えばちょっと置いてから作業するとか、そういったときはこうやって、これはですね、事前に準備していただいたんですけど、こうラップにこう折りたたんで、まあ、伸ばして冷蔵庫で固めたものになります。こういったものを使っていただいてもどちらでも構いません。なんかあ、はい、今日は30分で時間が限られているので、とりあえず5個抜いたところで次の作業に入っていきたいと思います。と、今回の分量ですと12個はできるんでですね、お家でするときは12個抜いてあげてください。で、こちらが、今から鼻をつけていくんですけれども、この生地だけだとすごくボロボロして丸めにくいので、豆乳と、米粉をですね加えてこねて、ちょっと丸めやすいくらいの、こんぐらいの耳たぶぐらいの硬さに調整しました。こちらを丸めてつけていきたいと思います。まあ、なんかこの型のまま焼いてもいいんですけど、まあ、ちょっとこういうワンポイント入ってたら可愛いなっていう感じがすると思うので、つけていってあげてください。はい、はい、あ、何かあればじゃあ一つ質問いいですか。はい、こういうフロランタンなどのクッキーを保存するときに、はい、お店などでは乾燥剤を使うと思うんですが、お家で気軽に保存する方法はありますか。はい、最近シリカゲルっていう乾燥剤、よく100円均一とかにも置いてあるんですけど、まあ、常にお家にですねシリカゲルがあるかって言われると、そうじゃないご家庭も多いと思うので、もしフロランタン焼いた時にシリカゲル乾燥剤がないわっていう時は、そのまま置いてると湿気てしまうので、ジップロックとかに入れてですね、冷凍庫に凍らせる方ですね、冷凍庫に入れといていただけたら割とカリカリサクサクが持ちますので、まあ覚えといていただけたらいいかなと思います。はい、で今ですねハリネズミに花を置いて、花を置きました。置くだけで焼いたらくっつくので、何か接着剤を塗る必要はありません。で、竹串で目を開けます。あーでこうやって割れるんですよ、割れるんですよって割れるので、できればですね箸みたいなのの方がきれいに開くかなと思います。竹串の後ろで開けていきます。ちょっと割れやすいので、先に竹串の細い方で広げて、ちょっと広い方で押そうかな。お箸とかだったら先端がちょっと細くなっているので、まあ、こういったことしなくてもきれいにできるかなと思います。でちょっともし割れてしまったら少し押さえたらくっつくので、おおらかな気持ちで作ってください。はい、で、こちらはですね140度で4分から焼きをしていきます。これですね、はい、お願いします。で、オーブンに入っている間に、上のヌガを作っていきたいと思います。今クッキー生地が粉類液体
混ぜてローストも入れて伸ばして4ミリに伸ばして抜きました。抜いたものを今140度で4分焼いています。でその間に、まあ、お家だったら洗い物ですとか何かしかしていただいたら、まあ、4分なんてあっという間に過ぎててしまうので、次は乗せて焼くヌガーを作っていきたいと思います。ヌガーに関してはこのグラニュー糖、蜂蜜、豆乳、米油が全部お鍋の中に入っています。こちらはですね、112度まで煮詰めていただいて、ここにもアーモンドスライスのローストしたものを加えていきます。でローストしたのは先ほどと同じ理由で、蜂蜜でですね、サブレにすぐ色が入るので、その焼き上がったタイミングでアーモンドもクッキー生地も美味しくできるように、ちょうどよくこうゴールが来るように先にローストをしてます。でこのローストが、まあ、なんか食べたら美味しい、ちょっと手前ぐらいにしといてくれたら焦げすぎず美味しく食べれると思います。はい、ごめんなさい。では早速ぬがの方を作っていきたいと思います。まあ、火力は、まあ、中火ぐらいで大丈夫です。ありがとうございます。そんな、じゃあちょっとで、アーモンドはですね、このまま形がきれいに残っていてもいいんですけど、この少し割れたのが入っているくらいでもなんか風合いが出ていい仕上がりになると思います。はい、ちょっともうちょっと強くしよう。はい、なんかちょっとトークタイム入ります。はい、なんかあるかな。なすけさん、質問してもいいですか。はい、さっきのクッキー生地なんですけど、1回目140度で4分っていうのはかなり温度が低くて短い方だと思うんですけど、その理由はありますか。はい、これもやっぱり先ほどから何回かお伝えしている蜂蜜 のことになるんですけれども、普通のフロランタンだと、まあ、同じぐらい の2回目の同じぐらいの温度か、もしくはまあそうですね、それよりちょっと低いぐらいでやるんですけど、今回低くしてるのはやっぱり蜂蜜で色が入りやすい、でも焼き上がりの時ちょうどいい色で焼きたいっていうので低温で焼いています。ありがとうございます。ふつふつ沸いてきます。で沸いた時点でまだそうですね、もうちょっとですね、100今109、ちょっと温度計がない方は、あった方がいいんですけど、ふつふつ沸いてちょっと経ったぐらいで目安にしていただけたらいいと思います。所定の温度まで上がったので、アーモンドを加えて、これでヌガーの完成となります。ちなみに、はい、温度って何度ですか。あ、112度です。ありがとうございます。はい、でこれがですね、冷え固まるとすぐにカチカチになっちゃうので、まあ熱いうちにオーブンとタイミングを合わせて作っていただけたらいいかなと思います。でこうやって端に寄せといていただけたらすぐに固まらないので、熱が逃げにくいので、そういう風にしていただけたらいいかなと思います。どっちの方がいいかな、こうかな。はい、で軽くから焼きした、まだ全然色が白いです。多分フロランタン作ったことある方は白すぎるんじゃないのって思うかもしれないんですけど、もう私今日蜂蜜の話ばっかりしてるんですけど、蜂蜜パワーでもうかなり色が入りますので、ちょっとこれぐらい白いでいいのでヌガーを乗せていきます。でフォークはですね、2本使っていただいてこうやって乗せます。でちょっとですね、焼成後に広がってしまうので、完璧に覆いすぎるというよりやや控えめに乗せた方が綺麗に仕上がりやすいかなと思っております。ちょっとまたお話しいただいて何かありませんか。ヌガーを乗せる時のポイントってありますか。はい、そうですね、欲張りすぎない方がいいと思います。今もう
本当このちょっとずつぐらいしか取ってないんですけれども、一気に乗せると、まあ、形も整えにくいですし、先ほどもお伝えしたようにちょっとこう流れ出るような感じになるので、こうちょっとフォークの先にちょこっと乗せて、それを両方のフォークで広げるみたいな方が綺麗に上がるかと思います。はい、ちょっとですね、やっぱりこういったアレルギーフリーといいますか、製菓の三大材料を使わないお菓子ってなると、やっぱりちょっといつもの作り方とは変えないといけないですし、それがなんて言うんでしょう、製菓理論をもう一回勉強し直す機会であったり、なんかこう貴重な時間になるなと、私自身いつも勉強して作っております。はい、で、このようにですね、ヌガーを乗せていただいたら、次は160度で12分というふうに指定をしているんですが、ご家庭のオーブンによってはもしかしたら8分ぐらいでちょうど良くなったりすることもたまにありますので、ちょっと様子を見つつ調整をしていくようにお願いします。ちょっと今このヌガーを作り終わって、先ほど1回目の調整をしたサブレの上に乗せて、今2回目の160度12分の調整に入ったところです。はい、それでちょっとあとはオーブンから出るのを待つだけということになりました。はい、で今日はですね、ちょっともしかしたら時間が押してしまったらということで、完成したものをこちらにご用意しております。ちょっとライブ中に出せたら焼き上がったものもお見せしたいんですけれども、はい、こういった様子に仕上がります。まあ、ちょっと普通のといったらなんですけど、バターを使ったようなフロランタンと同じような焼き加減になるかと思います。しっかりちょっと香ばしくですね、焦げたらダメなんですけど、香ばしく焼き上げることがこのクッキーの美味しさのポイントなので、ぜひご家庭でもしっかり焦げはダメなんですけど、いい色に焼き上げてください。ありがとうございます。とても可愛いですね、梅木さん。はい、早く食べたいです。あれ、梅木さん食べてましたよね。それでは美之助さん、早速商品のこととは別に学校生活の質問をしてもいいですか。お願いします。美之助さんは中村の卒業生だと伺ったのですが、はい、学生生活に頑張ったことなどはありますか。はい、頑張ったのは、まあ、一番よく覚えているのはこの間今年もあったんですけど、ジャパンケーキショーをやってて、でその時にマジパン部門で出品させていただいて、みんなでこう夜遅くまで残ってやったりですとか、はい、それがやっぱ一番に出てくる頑張ったことです。はい、ありがとうございます。私も質問してもいいですか。はい、学生時代のこととはちょっと別になるんですけど、独立された時に一番大変だったことって聞いてもよろしいですか。はい、私は普通にお店を出すっていう形ではなくて、ちょっとオンラインレッスンっていう形でお菓子教室を始めたんですけど、ちょうど始めたのが4年前で、まだオンラインっていう形が全然一般的でない時で、お客さんに来てもらうためにインスタグラムであったりレシピ投稿であったりっていうのを、コツコツ続けて、それが大変だった、楽しかったんですけど、ちょっとそこが一番集客っていうところが大変でした。ありがとうございます。はい、井之助さん、そろそろお時間ですので、最後に一言お願いできますでしょうか。はい、今日はお忙しい中 YouTube を視聴してくださりありがとうございました。今ちょっと世界情勢のこともあって、小麦以外の食材ですとか、今までになかった食材に注目が集まっているような時代でもあります。私もちょっとまだまだ研究中なんですけれども、いろんな食材でお菓子が作れるご家庭で楽しめるようなご提案ができればと思いますし、今日学生さんと一緒にさせていただいたんですけど、ちょっと学生さんにも卒業生頑張ってるぞっていうふうに思ってもらえるように
頑張っていきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。みのすけさんはこちらのレシピ本も出版されていて、今日作ったハリネズミフロランタンの他にも可愛くて美味しいレシピがたくさん載っているんですよね。はい載ってます。ですね、どちらも可愛いっていうのを出版社の方からつけていただいて、まあ可愛いです。はい。まあ、1冊目の方は、まあ、ちょっといろいろインスタで人気だったお菓子ですとか、まあ、ちょっと私はやっぱり可愛くてお家で作りやすいっていうのをもとに活動してますので、こうそういったお菓子がいっぱい載っています。ぜひぜひ購入よろしくお願いします。はい、はい、中村さん、最後の企画となりましたが、私たちも見ている方もとても楽しい配信になったのではないかと思います。みのすけさん、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは以上をもってみのすけ通信お菓子教室を終了します。本日はありがとうございました。